さあこの君たちはどう生きるかですが原作脚本監督は宮崎駿さんです、うんえー、引退宣言を撤回して7年もの期間をかけて生まれた作品です英語のタイトルがザ・ボーイ・アンド・ザ・ヘロン少年と詐欺という意味ですが、うん、これ北米で上映されたジブリ作品の中で興行収入最高額が記録していますそったんですね、はい、そして先ほどもあのご紹介しましたがジブリ作品のアカデミー賞受賞はこちら 2003年千と千尋の神隠し以来2度目ということになります。うんうん、なんか世界中にこうアニメの文化を広げてくれてるという。僕はね、なんていうかな、もうアニメを超え。 っている、あのでも実写の映画でもない、新しい僕分野だと思うんですよ。確かにあの理念も、それからテーマも、表現もね。うん、ね新しい世界を僕作ったと思いますね。ねそこがまた普遍的っていうのもすごいですよね。そして今回、君たちはどう生きるかとともに、アカデミー賞を受賞したのが、ゴジラマイナスワン。です。うん、日本の作品では初めてとなる、視覚効果賞、視覚効果賞、はい、を受賞しました。うん、これは最も優れた視覚効果を用いた作品に与えられ。る ものです過去に受賞した作品「もうスター・ウォーズ」だったり「タイタニック」「アバター」ともう誰もが知る大ヒット作品ですよね。ね さあ話をジブリに戻します。先ほどもご紹介しましたが、もうジブリパークにも君たちはどう生きるかを感じる場所があります。うん、まあアオサギだったりペリカン、そしてこれを見た人はねあああれねってわかりますよね。あのインコマンもジブリパークにあります。今週の土曜日16日にリニューアルしますので、ジブリの大倉庫でこの子たちに会うことができます。哲雄さんおっしゃったようにやっぱりこの 日本のジブリパークがこう愛知にあるっていうのはやっぱり嬉しいですよね、うん。いやそうですよ。オンリーワンですから。オンリーワンですね。通街にねオンリーワンですからね。おっしゃったようにますますちょっと予約が取りにくくなるかもしれません。うんうん、そう行きにくいだろう。<laughs>